あ、さてさて今日はある女の子の恋のお話、略して恋バナの一席にお付き合いいただきます。時は2018年の夏、どこにでもある駅のプラットホームに佇む女子高生3人組。ゆはね、京子さんのメガネの男の子に告白するのよ。無理だって、私は彼がメガネをしていること以外何も知らないのよ。恋してるんでしょ。してる。恋を我慢するなんて青春の無駄遣い。無駄遣い。でもメガネくんに彼女いるかもしれないじゃん。恋してるんでしょ。してる。ベベン、そこへライバル到来。やってきたのはお嬢様風なお嬢様2人組。ごきげんよう。島倉さん、お電車に間に合ったようですね。彼ったら今日もおメガネかけて遅刻しないでお電車に乗れたのかしら。彼？もしやこのお嬢様はメガネくんの？ああ、彼のお電車まだかしら。戦意喪失。お嬢様にはかなわない。いや、この戦勝てる。何故？本当のお嬢様は満員電車になんか乗らないものよ。いや、メガネ電車来た。え？むむ、ライバル奉仕。は？乗り遅れるな、乗りカバーよ。うん。今日もすし詰め通学電車されど辛くはないんです。いつもの車両のいつもの場所で気になるあの子に会えるから。名前も知らぬメガネの男の子。同じ車両の同じ時間にいつも見かける地味な見出し、シュッと決まった学ランにメガネメガネの男の子。揺れる車内で強打で広げ、第一ボタンをしっかり止めてる。だけど寝癖はついたまま。あ、メガネメガネの男の子。時だってみんなプッシュ、ほんと窮屈だけど幸福。今日は目の前にメガネの男の子。自分で磨かれ息を潜め、どうかこのまま時を止まれ。だけど電車は動き出した。離れてくメガネの男の子。優しい顔した男の子。違う車両で発見、シュッと決まったガプランに俺もここ、メガネも